こんにちは。先日 Facebook ね、コラムの方に教育についてお話ししました。教育は子どもたちにね、教育と大人たちの教育とちょっと分けてね、お話ししました。まあ似たような内容ではあるんですが、今日おさらいしましょう。まず、心の時代は生涯教育です。学びながら、成長する。で、この学び方があくまで楽しく学べることっていうのが大前提です。で、これから教育界は楽しく学ぶ方向に移っていきます。で、学校によってはもう学年制を廃止して到達度制にしましょうってお話も出てるし、実際にね、こういった学校が増えてきています。また自分の自由選択制にしようということで、大学もかなり自分で選択するが方式にシフトしてますね。この選択ができないで大学を辞めるっていう方が出てくるぐらい、自分で取る授業を全部選択しなければならないようですよ。で、実際にリモートでね、学校に行けてない、コロナ禍にあって行けてない方たちもいらっしゃいます。もちろん 100% ではないですが、リモートで学ぶということの難しさをこの1年間皆さん学んできたのではないかと思います。目の前にいる先生から聞くのと、動画を見るのでは全く違います。集中力が違う。あとは違う授業が、タイプが変わって学び方が変わったんだということになかなか慣れない、シフトできない、意識の切り替えができない人はたくさんいます。で、コラムの中で挙げたんですが、耳で聞いて学ぶ、耳で聞くのが習慣になっている人っていうのは、聞いて理解する力が身についています。で、子どもの時にこれは身につくものです。私など書いて学んだ人なんでね、ものすごい量書きました。もうノートなんてすぐなくなりました。鉛筆もすぐ減りました。シャーペンも壊しました。消しゴムもなくなりました。何個も持ってました。書くことが苦ではないぐらい書きました。もう腱鞘炎もタコもね、当然できるっていうぐらいね、しました。こういう人間は書かないと理解できないんですね。だから今の仕事の中で予定をパソコンで見たり、スマホに入れたり LINE で管理したりするんですが、やっぱ最終的に精神がね、落ちてくると書かないとダメですね。全部予定を紙に書き出して一つ一つチェックしないと自分の中に落ちていきません。これ不便ですよ、今の時代には。ほんとパソコンで管理できないと不便ですね。で、見て覚える人っていうのもいるんですよ。黙読ってありましたよね。読まない、声に出さないでください、ね、目で読んでください。これは目で読んで理解することによって、時短になるそうです。一度口に出して耳から入って理解する人っていうのはその分遅くなるそうなんですよ。だから受験時代ではどうしても読まないで目だけで理解しなさいっていう訓練をするんです。で、実際に私も散々ね、受験をしたんで、目で物を理解するっていうのは実は得意です。本を読むのものすごい早いです。単語をどん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 拾ってって、単語ってもう意味わかるじゃないですか。見た瞬間に単語の意味ってわかるじゃないですか。例えば暑いっていうこと感じがあった瞬間、暑いなんですよ。で、つらいっていう感じがあったら、もう即座にそれはつらいんですよね。辞書を引いて確認するものではないですよね。だからこの知ってる単語をどん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 追っかけていくと、もう小説の内容にしても本の内容にしても分かってしまうんですね。まあ、ある種の私の中での速読です。過去の受験の話してるんでね飛行機が飛んでますね、こんな時間帯にいや、実は今飛行機が飛ぶようなお時間ではないでございます
隠れたとこ飛んでますね。全く姿が見えませんから不思議ですね。はい、受験の話はおしまい。聞いて耳で覚える人、学ぶ人、書いて覚える人、見て覚える人、お話しましたね。はい、あと他にありますかね。触って学ぶ人、これは、ちょっとごめんなさい、私の中では想像つきません。理科の化学式をどうやって触って理解するんだろうっていうのを一瞬思ってしまったんです、ね、すいません。だから自分の学びやすい環境っていうのは自分しかわからないんですよ。YouTube を見てすごくわかりやすいっていう方は YouTube からいろんな情報を拾って、YouTube にね、学校の先生たちがわかりやすいなんとかって言っていっぱい上げてますよね。ああいうのを参考にしてね、やるといいです。で、書いて覚える人もしょうがないですよね。たくさん書くしかないんですよね。写経っていう言葉があるぐらい、教科書を写しました。丸写しましたね。くだらないことしましたよね。でも丸写しすることである程度理解するっていう学び方をしてしまったんですね。こういう人はやっぱり書いて学んだ方が身につきますね。で、見て学ぶね、本を読んで学ぶ人は本をたくさん読んだ方が身につきます。で、この方法をね、人に強要してはいけませんってお話です。自分の方法を見出してくださいってお話です。で、子どもたちには何がいいですかね。動画が一番やっぱりこれからは分かりやすいんでしょうか。何でもシンプルに簡単にならなければいけないそうです、これからは。で、シンプルな表現っていうのをどうするのか、どうやったらシンプルになるのか、簡単に分かりやすい形にしていくのかっていうのが、今後の課題になります。だから私も心の時代、本を書いてみたんですが、4冊、本を読んで学ぶという方よりも本じゃなくて話聞いた方が楽だわ、ね、毎日少しずつ話を聞いた方が楽だわっていう方たちが多いなと思って今は動画で上げています。で、本を読むのもその理論的なことをね、抽象的なことを書かれてもわからないっていう方のために小説を起こしています。で、小説とあと童話、絵本のようなね形に落とし込んでいったらなって、これからの時代の変化を具体的なね主人公を立てて主人公に語らせたり、主人公が体験したり、主人公が恐怖を味わったりっていうね、いろんな角度からアプローチした方が分かりやすいかなと思ってやることにしました。で、子どもたちの学びのお話しましたが、まあもちろん大人の学びも一緒です。大人と子どもの違いっていうのは、大人はもう定着しちゃってるんですよね。私が書くことで学ぶというねことが身についちゃってるの。これね、読んで学ぶっていうことがちょっと難しくなりますよね、書いて学んでる人は。まあ私は本の読み方を自分なりに持ってるので、本の内容がパッと理解はできます。で、この理解したものを今度形を変える、違うものに、丸を四角にすると三角にするみたいなね、変形するときには書いて形を整えてから考えます。小説書くときも一旦頭の中のものを吐き出して、じゃあこれをどうするのかっていうのをね図面にして書いた方が文章は簡単に出てきます。で、大人の方はこのように固定されちゃってんでね、ある程度癖が、まず自分の学びの癖を見つけてください。で、この学びの癖の方法をねよく理解して、自分なりの楽しく学ぶ方法を見つけてください。で、 YouTube でいろんなこと配信してますよ。まあ、もちろん YouTube だけではなく、こういったものをね、無料のものをたくさん利用してください。ただ無料は嘘もたくさんあります。だから一つをねのめり込んでお気に入りにするのではなく、いろんな角度からいろんな人のいろんな情報をね見て比べてみてください。自分に合ったものに出会うまでね、ぜひとも
いろんなことを学んでほしいと思います。今日はここまで、学びについてお話ししました。またねー。